作発射銃を構えるアセス、カール・ビンソン乗組員作発射銃とは、離れた場所に柵を投擲するための道具である。作発射銃は、長い歴史を有しており、様々な局面でそれぞれ異なる形態で、使用されている。HMAS アンザック艦上より、HMAS トブルクに向けて、もやいを投げるオーストラリア海軍兵。投げ縄は、水兵や船員の基礎的な技能の一つであるが、 その飛距離や正確性は個人差が大きい。船舶が岸壁や不団等の経流施設へ接岸する際や海軍の軍艦がタンカーや補給艦から洋上補給を受ける際、あるいは陸上にて高所に鍵縄を設置する際などには古来投げ縄の要領で人力でロープを投げることが行われてきたが、その最大飛距離や正確性は 縄の投げて個人の技量や体力に左右されることが多く、その技術の向上には一定の限界が存在している。作発射銃に代表される投擲道具は、こうした人力による投げ縄の限界を克服し、工程や仕掛などの悪条件下でも安定した飛距離の確保を目的に開発されてきたものである。英語ではラインスローワーと呼ばれることが多いが、日本では 運用機関により、様々な呼び名が名付けられており、旧日本軍では、作刀的銃、海上保安庁では、もやい銃、日本の消防における特別救助隊では、救命策発射銃、建設業界では、工作発射銃などと呼ばれているが、税関による貿易統計上はこれらすべてが、策発射銃として分類されている。その形態も、 小銃や散弾銃などのように運用者が携行して発射するものや、大砲のように地面に据え付けて発射するものまで、様々であり、最初から、作発射銃として、専用設計されたものだけでなく、既存のマスケット銃や小銃、散弾銃、拳銃などを改造して、作発射機能を持たせたものや、カップ型ライフルグレネードの形態で、突撃銃や自動小銃に後付けされるものなども、 軍事分野では広く用いられている。柵発射銃は様々な動力を用いて柵を投擲するが特に火薬を用いるものは産業用銃砲として信号拳銃や病打ち銃、吐殺銃、麻酔銃等とともに銃砲等剣類所持等取締法における所持規制対象となるため近年では動力源に圧縮空気を用いるものが主流となっている。 大日本帝国海軍では、帝国陸軍より退役した、工合的弾銃を譲り受けて改造したものや、黎明期の海兵隊に、正式小銃として配備されたマルティニ・ヘンリー銃の構造をもとにした小銃型の削発射銃を、削投敵銃として採用し、茅場製作所や、川口や林銃砲火薬店に製造を行わせていた。なお、米国在住の日本製銃器コレクターである、 テリー・ジェーン・ブライアントは、帝国海軍の作投て銃は、英国のバーミンガムスモールアームズのラインスローイングガンに形態が極めて酷似していることを指摘している。一方、第日本帝国陸軍では、兵員輸送及び敵前上陸を主任務とする船舶、司令ブレーカーの陸軍船舶部隊向けに、村田銃やアリサカ銃を元にした独自の作投て銃を配備していたが、 帝国海軍の作投敵銃と異なり、欧米のライン、スローアーに似た、末ち型の外観を有していた。帝国陸軍の作投敵銃は、欧米のコレクターの間では、村田銃ベースのものがマーク A、有坂銃ベースのものがマーク B として保存が行われているが、菅和茂雄は、帝国陸軍の作投敵銃の製造元は不明、としている。帝国海軍、 帝国陸軍の作投敵銃は共に発射薬に黒色火薬を用いており、帝国海軍のものはヘンリー・マルティニー銃でも用いられた。577、450マルティニヘンリー弾の空砲、帝国陸軍のものは13年式村田単発銃以来用いられていた1 1トル、村田弾改造の30番系相当の新中薬鏡を用いていた。百九十一年、 英国のジョンベルが接岸する船に向けてロープを発射する装置を発明したが実際に使われることはなかった。しかし19世紀初頭には海岸に設置して使用する様々な策発射装置が座礁した船舶から船員を救助する用途で配備された。策発射装置は近代的な通信装置や広報装置が誕生する以前の方の時代においては 船舶に生じた深刻な問題に対する重要な機材であった。19世紀に開発されたものの一例としては、などが挙げられる。大砲型やロケット型のラインスローアーは、最大で700ヤードほどの射程距離があったが、装置が巨大であったために、陸上から座礁船に向けて発射する運用形態が主体であった。そのため、WW クリーナー等のいくつかの、 三段重メーカーは、戦場で運用可能な最大150ヤード程度の射程を持つ、小銃型のラインスロワー,ーを開発したが、その反動の強さから、射程の向上には一定以上の制約が避けられなかった。こうした状況が劇的に改善されるのは、1927年に英国のウィリアム・シャムリーが、重機の火薬のガス圧力を用いて、 弾丸ではなくロケットを発射するというアイデアに基づいたシャムリーロケットピストルアパラタスを発明して以降である。スルパは最大で300ヤード前後の射程を持ちながらも反動が非常に少なく100ヤード程度の近距離ではボクサーロケットなどのロケット型ラインスローワーと比べてより良い正確度と精度を有しており1928年には 排水量500トン以上の英国籍船舶のすべてに、スルパまたは、スルパ兼用信号拳銃の搭載が義務付けられることとなった。近代的なロケット型作発射装置は、海上における人命の安全のための国際条約への適合のため、多くの船舶で共通して採用されているが、1980年代後半になると、空圧式作発射銃が発明され、 片付け射撃が可能なことから広く普及した。こうした空圧式で著名なものは、英国やアイルランドの特殊部隊にて鍵縄を投擲する目的で用いられているプルメット AL-52 であろう。製品の構造などにもよるが、空圧式は最大射程が約120メートルから230メートル程度と、火薬式に比べれば飛距離は劣るが、 浮き輪などの特殊弾の発射も可能となったことから、海難事故のみならず洪水などの水害における水難救助や山岳救助、都市型レスキューなどにおける重要な機材の一つとなっている。日本の消防が採用している空圧式救命策発射銃の射程距離は、ロープ付きゴム弾が約90メートル、浮き輪弾は約80メートルとされる。空圧式は、 発射音がほとんどしないことから、人質救出作戦などにおいて、建物の高所から迅速に、特殊部隊員を侵入させるための機材としても、用いられている。単純に高所に策を投擲する目的では、空圧式より安価かつ簡便に運用可能なシステムとして、スリングショット型のものも登場している。ありがとうございます。